よーブラザー、白瀬頃です。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方をしてくれると嬉しいです。で、モナの方ですね、今日ダメージチャレンジってことで動画を出させてもらうんですけども、まずはこの動画から見てください。はい、こんな感じですね。で、これを後でね、細かく分解していくんですけども、まずはこちらを見てください。はい。で、この目次を見てもらって、まずは武器とか、キャラクターの編成とか武器とか生物とかいろいろあるんですけども、そこら辺の細かい説明の方をね、していきたいと思います。まずはね、1番、パーティー編成&武器、生物の構成を簡単に。で、次に、モナの元素爆発について詳しく説明。で、3番目に、完熟スクロースですね。これも必要です。で、4の、竜殺教官クレイ。これがむちゃくちゃ重要ですね。これは、この構成はなかなかないですね。はい。で、5番目が、ベネット 1.6 秒とモナ 2.5 秒。これもかなり重要になりますんで、ぜひ見てください。で、6番、全体の攻撃工程は8秒以内。ここもタイトなんですよ。で、7番の動画を停止して解説で最後となります。よければ最後の方までご視聴お願いします。で、まずモナからですね、モナの武器は天空の巻、四風、流浪あたりがいいと思います。で、生物は剣闘士に吸気族に楽団に水に、そこら辺の中から攻撃、会心、熟知が入っているものを厳選できていればそれを組み合わせてみましょうという感じですね。で、天空の巻は基礎攻撃率高いんで、元素ダメが上がったりとか、それが退場中も入ってますね。で、竜殺しだったり吸気族もバフね、熟知上げてのダメバフとか、いろんなことを駆使してやりますんで、その乗り方がやっぱり攻撃力値が高いやつの方が後々伸びてくるんで、こういった天空の巻を使うのがいいのかなと思います。流浪学習も非常に優秀なんで、それでもいいんですけど、流浪の場合、モナに切り替えてから10秒以内に全部終わらす必要があるので、非常に難易度は高いですね。で、ここでもう一つなんですけども、後で詳しく説明するんですけども、元素爆発の実際にダメージを与えるタイミングで、モナの能力が上がってなきゃいけないんで、なので10秒以内に全て終わらす必要があるっていうのがルロー。結果的にはね、別の話になってくるんですけども、一応こんな感じ。次、ベネットですね。2人目はベネットで、武器は風妖剣、天空の刃。これ、風妖剣の方が基礎攻撃力高いんで、こっちの方がおすすめ。で、生物は吸気族4セント一択で、このセットがいいと思います。特に厳選する必要はありません。ベネットのバフフィールドは、ベネットの基礎攻撃力が高いやつがいいので、そういった武器を選ぶ。で、アタッカーの基礎攻撃力の20% アップさせるのが吸気族4なんで、アタッカーの基礎攻撃力値が高いような設定のが、ノリは良くなると思います。はい、クレイは竜殺しの英傑さんが武器です。で、生物は教官4セット。この教官4セットがなかなかね、珍しいと思います。で、武器は竜殺しの英傑さんで、アタッカーの基礎攻撃力値の 48% なので、さっきの天空みたいなやつが合うと思います。で、クレイの後にモナを出場させないとダメです。これわかんないやつ結構多いですね。クレイが出たら、もうその次は、パーティー全員上がるっていう勘違いしてる方もいるんですけど、ここはもう間違いない。クレイを出した後にちゃんとモナを出して退場しなきゃダメです。なので、後で順番も説明です。で、教官4セット、これもなかなかいいです。元素反応を起こして8秒間。チームの元素熟知120アップ。これでモナの元素熟知の蒸発の威力がアップするんですけども、これもクレイを出したタイミングで一発ね、殴んなきゃいけないんですけど、そこでうまいこと蒸発をかけなきゃいけないんですね。で、それを無駄なくやらなきゃいけないと秒数がなくなってしまいますので、その方法は後で詳しく。はい、スクロースね、熟知スクロース、武器はサイレンの断片、魔導書炉で、水力4セットがいいですね。で、武器は熟知の上がるものがいいですね。魔導書論と祭礼が上がり幅がいい。もう一つあるんですけども、そちらの方は上がり幅がないので省きました。水力4セット、これ元素耐性ね、下げれるんで、それも使いながら、サブステにちゃんと熟知を入れていくのが重要だと思います。もう全部熟知上げですね。それだけ意識していただければと思います。はい、モナの幻想爆発について、これ完全な説明じゃなくて、幻想のこのダメチャリに必要なことの簡単な説明。まず発動直後に出巡します。これ後で必要なんでここだけ覚えておいてください。水付与されるんですね。で、次に放映状態になります。これの放映状態になって、その状態でダメージを、何かしらのダメージを受けると、静止状態になります。で、次に受けるダメージがアップする。だから、ダメージを食らうと次に受けるダメージが上がる。これ右の図で言えばダメージ上昇量のところになります。 60% ぐらい上がるわけですね。で、放映状態の解除、放映効果の解除も同時にされます。なので破裂ダメージが起きる。なので、何かで殴って、ね、何かで殴った時にそのダメージアップされます。その後の攻撃で追加ダメージみたいな感じで破裂ダメージが起きる。放映の破裂ダメージっていうところですね。 796% のこれが当たるわけです。なので破裂ダメージの時に蒸発をかけたいっていうことになります。後で詳しく説明します。発動直後に出巡しますよね。なのでこの出巡、水が打ち消された状態で放映状態3番のダメージを与える。要するに火をつけたい。そうなるとその次に破裂ダメージで水がかかるんで蒸発になるって話ですね。一応これが簡単な説明。はい、完熟スクロースの説明ですね。固有添付がねめちゃめちゃ影響してくるんで、熟知スクロースがいいですね。核酸を起こした元素のメンバーが熟知50。だから水元素で核酸を起こせばモナが熟知50アップで、スキルと爆発が当たった時にスクロースの熟知の 20% が付与されます、メンバーに。なのでモナのが上がりますよね。なので熟知もりもりにするやつの849になるんですけども、それの 20% が上乗せされるわけですね。ただ注意してほしいのは継続時間が8秒。なのでこの8秒以内に全て終わらす必要があります。で、祭礼異物熟知もりもり849、楽団モナが143で、クレイで120アップさせます。でクレも後で説明しますね。上記すべて発動させるとモナの熟知は483ポイントになるわけですね。竜殺しの教官クレイ、これの説明なんですが、竜殺しの英傑さんプラス5で、48ポイントの攻撃力が上がると。で発動条件はキャラを切り替えたら時に登場したキャラが10秒間攻撃力が上がります。なのでクレイを出してその後退場して出てくるキャラクターなんですよ。だからその時にモナを必ず出す。だから元素爆発を打つ前にちゃんとクレイを出さなきゃダメ。元素爆発を打ってからクレイにやって、でベネットで殴るとかだとダメです。で教官120発動条件、これ熟知120上がるやつですね。このダメチャレ限定です。でまず最初にモナで水を付与します。でその次にスクロースのスキルで核酸をかける。でスクロースは核酸の威力は弱なので元素は残るんですが、モナの水付与後 3.55 秒以内、この間に核酸をしないと元素は消滅しちゃいます。これ元素の残留消失時間というものなんで別の動画で説明してますのでよければ見てください。で3番目、そのクレイが出場して通常攻撃を打って残った水元素に対して蒸発をかける。これで教官が発動します。でまずはベネットの方からの説明ですね。でベネット 1.6 秒、これが何なのか、一応画像でお見せしながらになるんですけども、モナの元素爆発で破裂時のステータスが反映されてますんで、ベネットのフィールドが影響してないと威力が段違いで変わってしまうっていうことになりますね。で残る時間が 1.6 秒以内です。キャラを切り替えたらなくなって消失しちゃうんですけど、それまでのタイムラグが 1.6 秒。それがね、この動画で分かります。もう 1.6 秒のギリギリのところまでコマ送りしてやりましたんで、はい、じゃあ次はモナの 2.5 秒の説明。モナの元素爆発の破裂ダメージがまず大事なんですけども、元素爆発の方の最初に水付与をします。さっき説明しましたよね。水付与をしますね。その時から次の水付与をするまでの間隔ね、それまでが 2.5 秒あるんです。その間隔が 2.5 秒。簡単に言うと最初の水付与してから、破裂ダメージを 2.5 秒以内に起こしてしまった場合は水不要の攻撃にならないんですよ。普通の攻撃になっちゃうんです。水不要の攻撃じゃないんです。なので蒸発がかからないってことなんです。だから破裂ダメで蒸発をかけてほしいじゃないですか、2発目というかその次の本ちゃんのやつで。なので最初の水不要から 2.5 秒後にベネットで火をつけて、で火が乗ったやつの対して追加ダメージで破裂ダメージがバッてかかる。そこで蒸発が初めて乗るわけですね。これ結構難しいんですけど、これが分からないと結構大変なことになります。はい、なので2.5 秒っていう数字が大事だってことですね。でモナの通常の水攻撃の場合はそれが 1.5 秒です。だから違うんです。その水不要までのタイムがそれぞれ違います。はい、全体の攻撃工程は8秒以内。ここむちゃくちゃ複雑なんですけども、これ簡単に表にしてみました。まず最初に1でモナの通常攻撃で水付与します。で 3.55 秒以内に拡散をすれば元素が残りますんで、その間にかけてください。じゃないと元素が消えちゃいます。そうなると3番ができなくなります。で2番のスクロースの元素スキルで拡散をします。8秒間固有添付で熟知アップします。あとは水力4セットの効果で水付与したやつの元素耐性が下がってます。で次にクレイが出場しますね。竜殺し10秒間と強冠の8秒間のクレイが出場で、通常攻撃で蒸発かけて強冠も発動します。で4番目に旧貴族のベネットが出て元素爆発をすかさずかけます。皮膚よ。これが旧貴族原爆ともに12秒の効果時間で、5番目にモナが、その後すかさず出場して元素爆発で水不要で蒸発をかけます。火から水の蒸発は元素が消えるんでフラットになります。ここでモナが出場するので3番の竜殺しが乗ります。で注意してほしいのはベネットフィールドのバフ残留時間が 1.6 秒です。だから次のキャラの切り替えはギリギリまでしないこと。このギリギリって何なのかっていうと、先ほど破裂までにその水付与するまでの時間制限があると話しましたよね。それが 2.5 秒だと。なので2秒ぐらい経ってから切り替えて 0.5 秒で殴ると。2.5 秒これ大事なんで忘れないようにしてください。はい、じゃあ6番ですね。これでやっとベネットに変えてスキルで攻撃して皮膚用をします。でそこで蒸発がかかっていくんですけども、それまでの時間が 2.5 秒でしたよね。なのでそこで蒸発をかけます。ただし過ぎちゃいけない時間があります。2番のスクロースの拡散をしてから8秒なんで、おそらくその、スクロースの元素スキルで拡散をかけます。でそれから8秒以内ってことですね。 7.99 秒でもろもろキャラチェンとかもろもろね、クレイの蒸発かけて強化発動とかもろもろやるとおそらく7秒以上かかるんですよ。でそれで7秒以上かかるんですが、その、ベネットのバフ残留時間もありますんで、それとか全部考慮してベネットが殴っていい時間がスクロースの拡散をかけてから 7.4 秒から 7.99 秒の間ぐらいでむちゃくちゃタイトです。なのでこの上記の1番から6番までの工程を8秒以内にこなすと。2番からです。2番からでさらに 7.4 秒以降にやるっていう条件がついてる感じになります。はい、じゃあ最後ね、7番動画を停止して解説をやっていきます。じゃあこんな感じ。じゃあまずはね、右上の工程モナの通常攻撃で水付与していきますね。その次水付与してさらにこれから 3.44 秒以内に拡散をかけていきます。2秒。で次スクロースでこちら拡散8秒以内、ここからスタートですね。で次にクレイに変化させていきます。通常攻撃で蒸発はかけます。ここで2つ発動、竜殺しと共感発動でベネット、ここで皮膚をしています。でその後に蒸発をここでモナの原爆でかける。火から水は打ち消してまっさらな状態で、これで 2.5 秒以上経った時に殴っていくっていう制約もついてます。でここでベネットにチェンジをして 1.6 秒以内に殴らなきゃいけないっていう条件もつきました。はい、でここですね。まずはベネットの原爆離脱から 1.6 秒以内にダメージで、モナの原爆から2.5 秒以上経ってますね。でスクロースの拡散から8秒以内に与えてます。ここの条件が全部揃った上でこんな感じでダメージ35万飛んで100飛んで9で、こういうダメージが出せることになります。でこれだけの条件が揃っていて、なおかつまあだいたい 7.5 秒から7.44499 秒の間にやらなきゃいけないっていう条件付きなんですけども、ね、こんな感じです。ぜひ皆さん試してみてくださいというところですね。はい、さあこんな感じでですね、モナのダメージチャレンジの動画以上となります。巻き戻して戻って停止ボタンを押したりとかしてしっかり見ればね、複雑なんですけどもちゃんと理解できるようには動画の方を作らせていただいてます。ぜひね気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。